こんばんは。イェーイ。元気ですか？今日は。どうですか？バッチグーです。私も。いらっしゃい。ありがとうございます。来てくださって。そうです。今日は、ゆったりと。お話ししていきましょう。ガチベが控えているので、ゆっくりと。まあ、変わらずの配信にはなってしまうんですが、今日は。昨日と変わらず、なんかゆっくりね。ゆっくりしかやってない。もう眠かったらもう寝ても良いですし、もう、何でもありなので、ここは。はい。あ、今日、そう。あれ、何でしたっけ？サイドしてみました。サイドポニー。寝落ち OK ルームです。はい。OK です。もう寝てくださってください、もう。もうね、全然寝ていいので。眠いけど見ます。ありがとうございます。嬉しい。サイドポニーや服や、ちょっと今日大人っぽめを意識。今日めっちゃ意識しました。今日めっちゃ大人っぽ。なんか今日のカラコンもちょっと変えたんですよ。ねえ、今眠くない。眠くない。ショートスリーパーなので全然眠くないんですよ。エミーの声聞きながら眠れるの幸せすぎるだろ。嬉しい。幸せ。私も幸せ。ショートスリーパーはガチなの。ガチガチガチです。これガチです。あ、全然寒くない。だってここしか出てないもん。今、ジーンズ。ジーンズ？ちょっと、ジーパン？ジーンズ？着てます。ジーパン？ジーンズ？あれ？なんかそう、なんかこの間、ジーパンについてすっごい面白い話があったんですけど、忘れちゃいました。なんだっけ？ちょっと忘れちゃいました。ジーンズ。なんかあったんだけどな。忘れちゃった。本当に面白かったの。待って。思い出しただけで笑えるのに、なんか思い出せない。やだ。気になる。え、気になりますよね。私も気になる。なんだっけ？でもめっちゃ面白かったんです。覚えてない。なんでだろう。なんでだろう。わかんない。めっちゃ面白いんですよ。でも多分これは面白いって言っておきながら、全然面白くない話なので、全然スルーしていただいて。どんどんそう、どんどんハードル上がっちゃうので、ちょっと、ダメ。なんだっけ？これ可愛いと話したんだけど、なんだっけ？お姉ちゃんかな？あ、ちょっと思い出せない。あ、お姉ちゃんだ！あって！お姉ちゃんだ！頑張って思い出します。なんか、ジーンズの言い方が多分、違かったんですよ。なんか、ちょっと違うな。 でもなんか言い方で笑った気がします。その服がミニ、あ、この服はミニじゃないです。ストーリーじゃない、ストーリーじゃなくて投稿リールに載せたやつがミニスカでした。ジーンズ、いやもうそう、
ちょっともう思い出せないので 今度思い出した時にお話しします。リール可愛かった。ありがとう。嬉しい。お姉ちゃんに撮ってもらいました。かき氷。こんばんは、こんばんは。今日のアイラインは少し長め。ちょっと、大人っぽさを引き出した。今日はどんな配信？ゆったり配信。そう、衣装店ね、可愛かった。めっちゃ可愛いですよね。私も行きたい。こういうやつです。そうなんです。そうなんです。で、衣装店、ミーヨンさんが私とのプリクラ撮ってくださった、左のところに、推し、丸って書いてあるのを、X で拝見して、めちゃくちゃ嬉しかったです。早くそれを見たい。見たすぎる。見たすぎる。いや、めっちゃニヤニヤしました。何回もこうやってアップしてみました。ん？本当？って。ミーミーは誰とプリクラ撮りたい？ミーヨンさん。ワクワク。ミーヨンさんの撮りたい。オタクやね。もうオタク、もうね、オタクになっちゃう、ミーヨンさんになると。どの衣装好き？迷いますね。やっぱり、僕の太陽公園の、デジャビューかな。デジャビュー。デジャビュー。竹内先輩の衣装も好きなんですよ。デジャビュー好きかもしれないです。もう手が覚えてる。そんなこんなも好きですね。うん、そうそう。そんなこんなでこうやって。あれ、繋がってるの本当に好きです。ここのイントロで、ここでのイントロで上着脱ぐんだっていう演出めちゃくちゃ好き。演出なのかな？うん。本当に僕の太陽公園が大好きすぎて困ってます。ずっと聴いてます、曲。好きすぎて。わかるね、わかりますよね、本当に。こんばんは。それはそう。本当にそう。特定の一人バージョン。ちょっと頑張って練習するので、ちょっとお待ちください、少々。公演に出てる。私も公演早くしたいですね。ただいま恋愛中、公演が本当に好きなので、本当に早く、劇場で会いたい。会いたいよー。花道のビンゴ。あ、わかります。私、僕の太陽公演だったら、花道に行くんですよ。ビンゴで。そう、だから、それが、本当に私、ただいま恋愛中公演で一回も花道に行かないので、嬉しかったんですよ。初めて行けて。プラスワン曲ではやってたんですけど、花道。
そばかすのキスって多分花道とかな。ああ、公演したい。桔梗はわかります。もう桔梗が一番好きです。曲調が好き。今までも練習してますよ。デニムの衣装。なんかあれ、私服でも私着たことがあるので、あ、じゃあ、あの衣装もじゃなくて、ああいう感じの衣装も私服でも着たことが、幼い頃あったから、すごい、ああ、桔梗って思いました。初めて見たときは。今日はレッスン場にいないので、踊れない。桔梗大好き。ねえ、好きだよねー。わかります。オーバーオール、着たい。でも、夏っぽくないですか？オーバーオールって。来年かな？あ、ひまわりの衣装。僕隊ですね。何も好きだなぁ。ひまわりのみゆさんも好きなんですよね。めっちゃ好き。爽やか、めっちゃ爽やか。爽やか系本当に好きだな。でもね、僕隊はすごい全部爽やか。大好き。え、待って、思えば僕隊結構脱ぎますよね。もう、ドリーミングガールズ、ララランで。あ、でも、見えていないのですね。多分。ランランラン、見えてないのですか？確か。あれ？私、裏で脱いだ気がします、多分。そんな気がする。やばい、懐かしい。ああ！もう寝たい。早く公園に出たい。って思います。はい。ちょっと、なんか、なんて言えばいいかわかんないです。なんか、衣装、なんか、ちょっとわかんない。ちょっと、まあ、一回置きますか。一回置きましょう。置きましょう。なんか、なんて言えばいいかわかんなくなってきました、もう。一回置きましょう。一回置きましょう、このお話。置きましょう。はい。じゃあちょっとメイクのお話をね、していこうかなーって思いますが。でもメイクの話って言っても、なんか、あんま、ね、ないんですけど、死の前から好き。笑っちゃいますね。そう、メイクの話。今日のメイクは、メイク落とさない、落とさないよ。落としませんよ。今日はピンクメイクだったんですが、途中で変えまして。カラコンをね、変えたので、カラコンに合ったメイクしようと思って。まず、アイライン。黒のアイラインを、ちょっと、ぴゃんって。ちょっと羽気味で描きました。いつもはなんか、もう、目があったら、これが目だとするじゃないですか。で、こっち目尻じゃないですか。そしたら、ここまで、こんな感じ？こんな感じまでやるんですよ。けど、今日はこんな感じなんです。わ かるかな？こんな感じなの。これがいつもの私。ここの距離、ここの距離、ここの距離ですよ。で、
今日こんな感じ。ちょっとここがヒュンってなる。え、わかりやすい。え、よしよし、来た来た。そう。こんな感じなんです、今日は。で、涙袋はいつも、ケイトのこれで、薄いね、ブラウンで、こうやって。んーってした時のこの影を描くんです。で、ちょっとぼかして、ぼかしてから、コンシーラーですね。コンシーラーの、こちら、ディオールのコンシーラーの、ちょっとだけ、チョンって取って、真ん中にチョン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 ってやって、綿棒で、こうやって、まーって広げて、広げるんです。そしたら、ちょっと立体感が出るので、まず、涙袋は、ベースは OK。はい。そして、この例の 例のアディクション。アディクションのピンクのキラキラを、こうやって取って、うわーって塗って、最後にこのアロマアートの、ちょっと粒が大きめのピンクのラメを、って塗ったら、私の涙袋のメイクは完成なんです。もう簡単。もう超簡単で超可愛くなる。超可愛いは嘘ですけど、可愛くなります。はい。涙袋結構命かけてます、私。可愛い。あ 嬉しい。あは。うふ。うふ。ありがとうございます。ラブー。ありがとうございます。嬉しい。はい。そうなんです。涙袋はこんな感じ。で、アイメイクは、最近、なんかめっちゃこだわるようになっちゃって、いつもなんかめっちゃ適当だったんですよ。ここのアイホールの方は。なんかもうキラキラさせとけばいいや、みたいな感じだったんですけど、最近はしっかり色をつけるようにして、ピンクメイクがね、お好きということで、この大きめの太い、ブラシを、このルームアンドのこの一番薄いピンクをまずこのアイホール全体にふわーって塗るんです。塗ったくるんです。そしたら、ちょっとこの今の筆よりちょっと小さめなもので、これをこの茶色 まあ、なんか茶色と茶色なのかわかんないんですけど、ちょっと茶色系の色味、濃い色味を先っちょで、ちょんちょん、ちょんちょんってして、ちょっと、こういうとこで粉を落としてから、ここのね、三角、ここに入れるんですよ。こうやって。ここに入れるんですよ。そうすると結構、締まるというか、なんか、目がちょっと大きく見える。これはメイクさんに教えていただいたので、めちゃくちゃいいと思います。で、また、次はこっちの薄い方を、ちょっと取って、ポンポンしてから、この、二重の、ところに入れる。二重のところに入れます。でも、入れすぎると濃くなるので、さっさっさーっと
やって、最後に、この太いので、もう一回このピンクの取ってから、境目をぼかします。そしたら、もうほぼ終わり。ほぼ終わりです。はい。で、この上にある綺麗なキラキラ。結構粒大きめのキラキラを、チョンチョンって取って、この真ん中に入れます。そう、真ん中に入れるともうキラキラなんですよ。そう、真ん中に入れるとキラキラなので、これをやって、で、そのまた最後に、はい、また来ました。この、アレクションのピンクのキラキラ。これを、取って、真ん中、ここからここまで、ちょん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 って、やったら、めっちゃ奥行きが出て、可愛くなります。ですね。こんな感じなんです、私の。アレクションそう、万能、本当に万能、買っていただきたいです、もう。なんか、紹介と、なんか、全然、なんか、おすすめは、おすすめはしてるんですけど、別に、買ってっていうの催促ではないんですけれども、よかったらね、お揃いね、しましょう。こんな感じなんですよ。ピンクはこんな感じ。そう、案件じゃないです。すいません。私の勝手なメイク紹介です。失礼しました。ニャーとユーピンクだ。忘れてた。ユーピンクの、このハイライトのやつを、この、ここにね、ここなんて言うんでしたっけ？ここなんて言うんでしたっけ？ここ。目尻と、目頭の、ここに、チョンって入れると、なんか違うんですよ。なんか違うんですよ。わかりますよ、この違い。くってやると、もう全然違うんですよ、もう。なんか、綺麗、なんか、目が、ふわって見えるんです。すごく。キラキラが、ビームになります。ちょっと語彙力はあれなんですけれども、こんな感じです。私のメイクは。いつもは、アイメイクこんな感じにしてます。はい、ピンクメイクって、なんか、意外と、漏れないことが多いんですけど、私の場合。でも、これをやったから、めっちゃ、漏れるようになったので。おすすめです。もうとりあえずキラキラは、黒目の真ん中にやって、この三角ゾーンを、黒いやつで、さっさって、黒目の色でさっさってやって、涙袋をキラキラにしちゃけば、もう全世界の女の子めちゃくちゃ可愛くなります。イエベとかブルドッグ関係ある？え、ないと思います。私、イエベなんですけど、多分。イエベなんですけど、なんか、ピンクメイクってブルベさんの方がめっちゃ可愛いじゃないですか。ピンクメイクって。でも私、イエベだから、絶対ピンクメイク似合わないなと思ってて、やったら、できたので。何ベでもいけます。ホワイトベでもいきますよ。ホワイトベなんてないんですけれども。チーク塗ります。この子。最近ピーじゃない。チーク塗るようになったので。これもおすすめしようかな。これ、めっちゃ綺麗なの。超可愛いんですよ。これ。なんか、桃、桃。ピーチ、ピーチ。ピーチ色です。ピーチ色を使ってます、私。これを、ここに。
筆に取って、シャン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 ってやって終わりです。香り、めっちゃあります、これ。めっちゃいい香り。何の香りでしょう。ぜひ、香ってみてください。こんな感じでした。メイクって、なんか難しい。なんか、やってみ、あれ？これ聞いたか？ウィバースで。聞いたわ。今、どんなメイクしてほしい？っていうのもウィバースで、随時聞いてるんですけれども。でも、聞いたなぁと思って。なんでもないです。私、韓国メイクやってみたいんですよね。韓国メイク。なんか、キャワじゃないですか。キャワですね。ありがとうございます。マジで私、本当にやってみたい。待って。めっちゃ待って。待って、今言いたいこと思いついた。これ落として、韓国メイクやるっていうのめっちゃありじゃないですか？すごくありな気がしてきましたけれども、どうしましょう。パッと思いついた。すごくありですよね。できるかな？ちょっと、やってみようかな。でも私、メイクそんなに上手じゃないから不安になってきた。パソコンが今ここにあるので、ちょっと。パソコンで、YouTube で検索して、やりたいと思いますよ。素敵！わーい！練習ということで。練習、練習。落としの面白かった。まあ、アイメイクだけ落とします。ファンデも落としちゃうと結構大変なことになってしまうので、でも、じゃないとあれか。ああ！と来た。音が鳴りました。大丈夫かな？バンされないかな？イェイ。セーフ、セーフ、めっちゃセーフでした。もう本当に今、焦りました、今。よかった。これかな？韓国アイドルメイクというものを今、調べてみました。これなんだ。私、似合うかな？ 不安になってきた。助けて。助けて、みんな。助けてください。ちょっとメイク落としを、やります。あれ？あった。なんか、結構すごいです、なんか。かわいい。超かわいい。だんだんめめが好きな、にやけちゃうぞ。にやけちゃうぞ。ちょい濃いめ。濃いめ。すごい。これ、できるかしら。やってみます。ちょっと待ってね。一回落とそうかな。どうしよう。緊張する。
でもリップが、もう濃いのないんだよな。濃いのがないので、ちょっと不安なんですけど。やっていきたいと思います。では、まず落としまーす。イェーイ。楽しい。嬉しい。部分だけ、ね、ありあり。もう、面白い。初ですよ、こんなの。毎日メイク落としない。今のところ2日連続ですもんね。ね。面白い。今日メイクがちょっと濃いから、なんか差がすごいかも。メイク落としていこう。いや、一瞬ですよ、多分。大丈夫。抵抗はあります、まだ。一気に押せなくなる。メイク落としと。面白い。どこのメイク落とし？これは、どこだっけ？クレドです、クレド。アイメイクは落としました。唇。ではでは。ああ、緊張してきた。いつもシートです。で、お風呂の中で、クレンジングしてます。では、やっていきまーす。あははははは。面白い。 めっちゃ面白い、今。本当に面白い、どうしよう。めっちゃ面白い。やばい。めっちゃ面白い。ちょっと一回ファンで塗りますわ。あ、ファンではちなみにクレルです。緊張してるけど、めっちゃ楽しい。なんかちょっと深夜テンションっぽく。何がおもろいね。ごめんなさい。なんか面白くなってきちゃいました。やだ、もう本当に面白い。もうやだ。ツボがもう無理。やだ、ね、なんかもう笑ってきちゃう、もう。笑ってきちゃうんです、本当に。本当にやだ。本当にやだ。本当にやだ、笑っちゃう。ニヤニヤしちゃう。なんで？何にツボったの？私もわからないんですよ、なんか、本当に変なとこで笑うってよく言われるんですよ。もう。ちゃんとして、頑張ります。コンシーラー、ここに塗るといいらしいです。面白い。ヤッホー、皆さん。面白い子になりましたよ。ここに塗るといいらしいです。蓋が開いたの。 びっくり。突然。いい感じ。そして、あ、そこにも塗るんですね。なるほど。ここにも塗るらしいですよ、皆さん。ここ。ここにも塗るらしいです。素晴らしい。ここにコンシーラーなんて塗ったことなかった。いるんやで。ほんまでっか？すごい。
普段は、もう普段はなんか、すごい、なんて言うんでしょう。もうさっさっさってやるので、コンシーラーはこの、クマ消すやつだけです。ちょい関西、ちょっと最近関西弁を、エセでさせていただいてます。ごめんなさい。はい。パウダーは私は、いろんなのを使ってて、粉系が良いらしいので、粉系を使っていきたいと思います。なんか粉系でこうやって筆で、なんか、あれですね。なんか、あれです。薄く作らしいので。素敵。きっとここがでかって言っちゃってたので。筆でかっ、そう、パウダーの筆って大きいんですよ。あ、どれだ？あ、いや、紹介してないか。スナイデルのシームレスルースパウダーの00番でした。え、面白い。この方はちょっとまとめにされたいそうです。あ、でもなんかめっちゃツヤすごい。え、私もツヤ欲しい。ょっと、後で、やります。はい、シェーリング。ハイライト、名前忘れちゃった。なんか、韓国メイクって、結構濃いイメージがあるんですけど、でも私、どんなメイクやっても濃くならないので、不安、なるかな。シェーディングは、ここが重要ですね。はい。シェーディングですね。て濃くするんでしょう。なんか私、そもそものお顔が、なんか濃くなる顔じゃなくって、それでだと思うんですよね、多分。はい。アイシャドウ。れらしいです。アイホールにコンシーラーを混ぜて。あ、ちょっと待ってください。ちなみに41分です。ありがとうございます。お優しい。とても助かります。伸ばしました。いいよいいよ。いいよいいよ。なるほど。何色だろうこれ。なんかちょっと青っぽ系のピンク。紫みたな。青っぽ系のピンクみたいな。これかしら。はい。結構白くなった。塗っていきます。なんか、ちょっと私は持ってるのがこういうのしかなかったので、これとさっき最初に塗った、このピンクのやつを混ぜて使っていこうかな。ちょっとそんな広くやってないので。にょ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 。
メイクって難しいですね。私もなんかそんなにメイク上手いって感じじゃないので、なんか難しい。はい。塗りたくっていきます。あ、早い、進んでる。お話ししてたら進んでた。こっちを塗りますね。なんかこの、コセデコのアイシャドウ、これクリームなんですけど、めちゃくちゃ、色つくのでおすすめです。なんか、友達が買ってて、私も買っちゃった。おー、なんか涙袋に、コンシーラーやってます。なんか、コンシーラーなのかな？なんだろう、これ。難しい。メイカお姉ちゃんにも教えてもらったし。私の姉二人は、あんまりお化粧しないので、私が教えてるかもしれないです。私が教えてるかも。こんな感じです。ちょっとわかるかな？お姉ちゃん、本当に、メイクなくても可愛いから、羨ましいです。コンシーラーを、こうやって、この外までやるのがポイントらしいですよ。私は、なんか、ペンシルでやってるんですけれども、私はペンシルがちょっとないので。手で。姉は眉毛描いてます。めっちゃ。めっちゃめっちゃめっちゃっていうか、描いてます。ピンク。で、その上にちょっとピンクでした。ピンク。なるほど。ピンク。最初に塗ったやつを、強めな、強めなではない。なんか、ちょっと、私のイメージは、眉毛命みたいな感じでした。なんかアイラインがないので、ちょっとまだわかんないですね。昨日ついてと変わってきて、嬉しい、ありがとうございます。今日大人っぽめっちゃいいイメージしました。嬉しい、ありがとうございます。イェーイ、嬉しい、ありがとう。とても嬉しいです。もうちょっとピンクかな。なるほど。泣いたようなめ。だそうですね。ちょっと濃いやつでアイラインの。アイラインの、あれを、決めてます。よしよしよし。いいぞ、いいぞ、いいぞ。皆さん、少々お待ちくださいね。こっちかな？こっちか。れで、アイラインの、ちょっと、下目ですね、このこと。うん、見えないか。全然混ぜます。優しい。ありがとうございます。結構下目ですね。
パウダーで描いてるの？これは、このルム&のブラウン、一番濃いやつを、アイラインに描いてます。難しい。とっても難しい。なんか薄く描いてますね。一旦薄く描いてからの？からの？あと二重幅は結構強調しております。頑張るぞ。ここの今塗ったやつをもう一回取ってぼかしてから、結構涙袋濃いめで、こうやってなぞっていく。さっきのツボ何だったんでしょう、私。韓国には行きますか？毎年この時期行ってました。よし。いい感じかしら。これで、なんか、ループ？嘘。してます？嘘。もう回線悪いかな。ね、どうしよう。電池、あります。全然あります。戻った。あ、よかったです。よかった。よかった。また言ってください。今、このアイラインじゃない、二重幅を強調してます。電波はちょっとわからないんですが、電池は大丈夫だと思います。メイクでどれくらいかかるの？私、いつもはもう、すごい早いんですけど、でも、今、慣れないメイクしてるので、ちょっと長くなっちゃってるかもしれないです。はい、ここまで来ました。今、充電しながらやってるので、充電は大丈夫。どうしてなんだ？割と一番早いかもしれないです、私。サランヘ。ちょっとだけできる。次は、キラキラを。キラキラを。なるほど。結構。じゃあ、次、この真ん中のキラキラ、あんま使ったことないやつを、アイホールのところに入れていくぞ。完成前で乾いたかしない。え？またまた。はい。この感じかしら。あ、結構下までやってました。ここまでやってた、ここまで。そう、ここが全体のアイホールで、今やったのはアイホールの真ん中。なんかここに濃いの入れてるから入れます。
またこの子使って。この子万能だ。素敵。ここに入れます。おお、めっちゃ、すごい、なんかめっちゃくっきりする。でもなんか違いますね。初コイン。あと、ここにもなんか、さってする。ちょっとさってしてきます。初見です。ありがとうございます。今、韓国メイクやってます。この三角ゾーンの下にラインを引いていきます。地雷ライン、あ、多分、それです。地雷ラインだ。よく聞くやつだ。すごい。すごい。ちょっと合ってるかわかんないんですけど、書き方。地雷系やだ、やだって言わないでください。でも地雷にはならないと思います。韓国メイクなので。なんないと思う。わかんない。次は？なぞって、ね、雰囲気全然違う。私じゃない。CM 入っちゃった。すごい、もう目が全然違う。なるほど。これね。さなへよ。あ、涙袋来た。涙袋来た。これなんだろう。これあれかな。なんだろう。なんだろう。ウォンジョンヨかな。これね。でももう涙袋だから、もうすぐ終わる？キラリーンさせましてる。めっちゃドアップですみません。 でもこんな感じですって。あとアイラインだけど。あとアイラインだ。すごい。この。あ、これもないか。あった。このライナーで描いていきます。これはキャメイクですね。あんま使ってないやつ。なんかペンシルの方がいいって。いいらしいです。
どうかな？どうだ？長めですね。長めだ。すごい。なんか、私、全然違う。韓国系ってこれなのか。そして、まつげか。あと、まつげだ。私は、上まつげはまつげくちょっとしてるので、これです。構ギュインしてました。で、下まつげもします。マスカラはユーピンク。カバンになった。はい。ハイライト。ハイライトは、ディオラさんの、ここと、めっちゃツルツルしてる。喉になった。喉になっちゃった。この後 K-POP は何ますか？踊りたい。チーク。いい感じになってきたかもしれないです。今日はもう満腹なので、ならないです。お時間ありがとうございます。よき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 。唇。私の唇。いつもの。何食べたの？アサイー食べました。朝ならぬ、夜アサイー。できました。こんな感じでした。いい感じかしら。いつもと全然違う。全然違いますね。なんか、目が。韓国語言って。チャルモッケスムニだ。いただきます。
でした。チャルモゴスミニダ。あんにゃ。できないよ。私、韓国行ったら絶対、もう、テンション高く話してるので。サムギョプサル。なんか目が違う。すごい。ありがとうございます、YouTube さん。カンジャンキジョン。韓国語にさばいて、ちょっと。イゴハナジュセヨ。違う。ごめんなさい。漏れちゃいました。イゴハナジュセヨは、一つくださいです。これ一つください。全然違いました。大丈夫だ。5歳じゃない。やった。もう昨日すっごい5歳って言われた。もう5歳は卒業しました。14年前に。すごい嬉しい、なんか。初韓国メイク。ねえ。鏡で見ると全然自分じゃないみたいな。嬉しい。14年前なんて最近や、最近ちゃいますよー。ハートして、この職最近で、もう全然、もうお下手ですよ、私なんてもう。初見です、ありがとうございます。エセがすごい、ちょっとエセしちゃうんですよ。エセ。エセの。5歳卒業したけど、そうなんです。幼稚園児の、コスプレします。実は。はい。実はします。その日は、髪型も、ちょっと、可愛めでやろうと思っているので、よろしくお願いします。エセ博多弁も、私のこと、透き通ってとか？こんな感じ。キツネ警察 そうだ、そう。キツネ警察なんですけど、皆さんわからないですか？キツネ警察。ユートピアの映画のかわいいキツネさんのです。キツネ警察ですよ。知りなかの感じですかね。でも、キツネ警察めっちゃ可愛いから、ぜひ、ぜひ。そうなんですよ。映画見てね、わからないですよね。確かに。予習してく、あ、ありがとうございます。そう、キツネの人になる。超かわいい。
とりあえず全部買ってん。あれですよ。配信ですよ、皆様。配信のやつです。写真会ではないので、ご注意を。そうなんです。写真会ではなくて、配信のやつなんですよ。あれで、あれ。配信ですよ。ビスの、あれ？そうなんです、ビスの。そうなんです、あ、よかった。よかった。あ、ちょっとドキドキした、今。そう、ビスの配信の、お洋服の日程でした。そうなんですよ。あ、よかった。分かってもよかったです。ありがとう。そうなんです。ビスイベ。皆さんよろしくお願いします。なんか、本当に高校生の時に、めっちゃ、友達と本屋さんに行った時に、なんか友達がアイドルがめっちゃ好きで、で、一緒に雑誌を見てて、表紙がもう可愛かったから、もう買ったんですよ、私。で、お家で見てたら、読んでたら、もう本当に一枚一枚めっちゃ可愛くって、ビスさんの雑誌が。そこで、もう衝撃受けましたね。雑誌世代、全然雑誌でした。だから、めっちゃね、憧れの場所というか、世界観、めっちゃわかりますね。世界観が本当に可愛いので、ぜひ、電話感じす。そう、女の子のなんかもうギュッて詰まってて、本当にずっと見てて、可愛いなーって。思ってたから。もう、そもそもこうやって、オーディションに参加するっていうこと自体が、嬉しいというか、そこまで行ってなかったので、高校生の時の私は。もう、参加するなんておこがましいぐらいだったので、こうやって、オーディションに参加できる立場になったっていうのがすごい嬉しかったので、もっと、絶対掴めれるように頑張ります。そうなんですよ。そう、読む側でしたから。ね。応援広告作りして、ありがとうございます。見ます。ありがとうございます。頑張ります。ミミの写真集、絶対に。叶えましょう、一緒に。そう。だから、最近、メイク薄めにしてたりとかしてたんです、実は。メイク薄くして、ちょっとでも、すっぴんでも可愛くいられるように 頑張ってました。薄め、そう。いろんなメイク、似合えるように。まずは、薄めから定着させて、してましたね。そう、ビスさんのイメージ的にも会えるように。ミミと結婚したい。ありがとうございます。嬉しい。結婚。
あ、私今、ガチ恋工場、今覚えてる途中、皆さん。頑張って覚えてる。韓国メイクはちょうどよい。え、うん。なんか、いろんなメイクできるチャンスだったので、嬉しい。ありがとうございます。いろんな。え、そう、だから、ちょっと、1日2回は、分けて配信しようと思ってるんですけど、夜は基本コスプレで、昼とか、他の、夜以外の時間帯に、私の私服のお時間にしようかなって思ってます。はい。基本コスプレでやっていきたいと思ってます。配信期間は。よろしくお願いします。イェイ。じゃあ、今何分だろう。5分ぐらい質問答えて、11時15分、ありがとうございます。すごい。私ずっと過ぎてる。じゃあ5分、20分までに、20分まで質問答えて、で、それからランキング読んで終わりにしたいと思います。ずっと過ぎてた。あは。まあ、そういう時もあるよね。はい。今日何食べた？アサイと、石焼きビビンバ。かわいからけ、ありがとう。耳花粉。え、めっちゃくしゃみ出てます。何歳のエイジ、何歳がいいと思います？ かき氷は何味が？いちごが好きです。いちごと桃とみかん、柑橘系、フルーツ系が、全部フルーツか。が好きです。お出かけってその日に決めます、大体。韓国メイク初めてでした。最近見た夢教えて。なんか布団から落ちてた夢でした。でも本当に布団から落ちてた。めいめいや勝負飯あるかき氷。ビビンバはお店で食べた。なんかフードコートみたいなところで食べました。夢じゃないやん。なんか夢と混ざってました。お気に入りのカラコンは、お気に入りは、トパーズのラテパールです。今日は、明日早起きするから、頑張って早めに寝たいです。好きな犬はピンク、黄色、水色、白。ねえねえ、香水はつけないんですけど、ボディクリームをつけます。最近聴いてる曲は、最近は朝一番に絶対羊文学さんの1999を聴いて、メイクしてます。で、移動中とかはずっと基本 AKB の曲聴いてます。一日何時間睡眠？ 1 時間か2時間？いや、2時間。2時間は寝たいです。仲いいメンバーさんは、みゆさんです。下尾みゆさん。
秋服ゲットしました。まだまだゲットしたいです。衣替えしましたか？ちょっとしました。半分ぐらいしました。なぜミニスカートが好きになった？女の子がミニスカート履くと可愛いからです。仲良くできるんですか？できます。できます。2時間睡眠、2時間睡眠余裕です。余裕。ベレー帽を何色にしましたか？白にしました。洋服どこにすね？ロッカーです。でも、さっき配信始まる前に、10分、20分ぐらい頑張って綺麗にしてました。ウィバースで、片付けられないって言った後に、頑張って片付けてました。映画は恋愛、ホラー、コメディ、全部見ます。今行きたい国はどこ？日本の沖縄。メイメイのコーデ、毎回可愛い。ありがとう。ありがとうございます。いいですか、コンディショナー。コンディショナー。好きな言葉は？大好き。海、山、どっち？山。映画は字幕派？字幕派です。メイメイの見ました。楽しいですよ。ぜひ。メイメイの身長152センチ。写真会のおすすめポーズ、ワンハート。それか三つ目は。去年、姉妹はいる？姉妹がいます。ジオ機器のツッコミ役になりませんか？ちょっと頑張ってみたいと思います。今日もビバシでは、しますよ。これ終わった後、すぐします。はい。うどんとカレーどっちが好き？うどん。九州のうどんがめっちゃ好きです。道は見合ったら溶けちゃいますけど、溶けないように支えます。ドボンでメイメイと会って、運命が、でもさすがに運命だ。ドボンで会うはね、結構運命だと思いますよ、私も。山登りの名言色紙はまだ、あります。飾ってあります。五条悟が一番好きです。でも、主人公が好きだから迷ってしまう。でも、好きです。はい。いい感じに答えられたかな。ドボンは運命と、メモメモ。メモメモです。最近見たアニメは、今まだね、東京グールずっと見てます。右利きです。ランドとシーです。ヒロークアドリック、杉井、緑谷、いずくくん。最近、わーって思ったことは何ですか？なんか、公園みたいですね。楽しい。なんだろう、わーって思ったこと？今日食べたかき氷が美味しくて、わーってなりました。青の箱見て、見てみたいんですよ。入れてます。あと、ブルーロックも見てみたいんですよね。公園笑い。公園みたいじゃないですか？公園のお題。何々さんから、今日のお題は、何々さんからいただきました。公園、なんだっけ。ハッシュタグ AKB48 質問箱をつけて、皆さんが聞きたいお題の一つ、一つと、端っこのハッシュタグをつけて、投稿してくださいみたいな。懐かしい。私、僕の太陽公園でこれ暗記してたんですよ。頑張ったんですよ。
今日はスポーツの日ですが、好きなスポーツは何？ 今日の 好きなスポーツは、どう？ 好きなスポーツはバスケです。テニスです。面白い。ああ、面白い。公園の。その係でした。僕の太陽公園でこの係でした。懐かしくて笑ってしまいました。覚えるの得意。でも私本当に勉強が嫌いだったので、こういうのを覚えるの、多分先生知ったらびっくりします。今日は鉄道の日ですが、好きな鉄道は何ですか？新幹線が好きです。勉強できそう。全然できないんですよ。ああ、面白いですね。ありがとうございました。こんな感じで。ファンのこともいっぱい、そうなんですよ。記憶力、好きなことにはすごく記憶力はいいんです、私。そう、好きなことにはね。ありがとうございました。羊文学さんのおすすめの曲は1999は絶対聴いてほしいなと、あと、どうしよう、オパッツとか好きですよ。もう全部好きなんですけど。最新曲のバーニングはめっちゃ聴いてほしいです。最近も何これ、最近何これ使ってないです。ちょっと使ってみます、この後から。ありがとうございました。じゃあ、スクショタイム。ちょっと韓国系。ちょっと、こうやって、なんか。韓国っぽいかなと思って。インスタグラム、的なやってみた。目が乾燥。なんか、かわいい。ありがとうございます。嬉しい。今日はサイドポニーしました。明日はお団子、明日じゃないもん、明後日だった。明日めちゃくちゃ今、料理配信するつもりでいました。焦った。明日ができるかちょっとわからないんですけど、でも多分できるかな。レッスン終わりにちょっと30分ぐらいできたらやりたいなって思ってます。ありがとうございました。イェイ。が、ありがとう。取れたかな？何時ぐらい？ 8時過ぎ、8時過ぎぐらいですかね、多分。8時とか、8時半とか。なあ、取りまくった。ありがとうございます。どれだけ、お。じゃあ、
ランキング読んで終わりにしたいと思います。これだ、これだ。では、13位、ヒロンさん、ありがとう。今日もありがとうございます。ありがとうございます。12位、はやりんごさん、ありがとうございます。ありがとうございます。なんかすごい定着してきてくださってる方がめっちゃいて嬉しい。ありがとうございます。11位、にじさん、ありがとうございます。にじさん、ありがとう。そして10位、マロさん。マロシャン、マロシャン、マロシャン、マロシャン。ありがとう。ありがとうございます。そして、9位、りょうさん。ありがとう。19。19期の19つけてみて。ありがとう。8位、まさまささん。ありがとうございます。イェイ。ありがとうございます。7位のピースのサンシャイン、ありがとう。ラッキーセブンです。ありがとうございます。ありがとうございます。そして6位、めめ沼に落ちたゆうきさん。落ちちゃった。ありがとうございます、ようじさん。嬉しい。ありがとう。そして、5位、チェッカーまなみちゃん、ありがとう。まなみちゃん、ありがとう。イェイ。ありがとうございます。そして、4位、浩平さん、ありがとうございます。嬉しい。そして、3位、ハゲチさん、ありがとうございます。綺麗な3。ありがとうございます。そして、2位、リュウオンさん、めいめいちょわえよ。ありがとう。ありがとう。さらんへよ。ありがとう。そして、ラスト。タスくん、1位、ありがとう。ありがとうございます。ラブダです。ありがとう。最高です。あ、待って、ランダム。まず65位いきますね。どんどんどんさん、ありがとうございます。どんどんどんさん。嬉しい、どんどんどんさん。ありがとうございます。じゃあ、ランダム。いきます。蓋に行きます。56位さん。え、65の逆だ。あ、ありがとう。どんちゃんさん。ありがとう、どんちゃんさん。ありがとうございます。イェーイ。ありがとうございます。そして、次は、前からもう一回、いきます。69位、マックさん。69位のマックさん。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとう。イェイ。ありがとうございました。ランキング読ませていただきました。はい。今日の配信もこんな感じで終わりにしたいと思うんですけれども。言い残すとこないですか？私はね、この後ウィバースでいっぱい言っちゃおうかなって。
ありがとう。大好き。ありがとうございます。ありがとう。Love you。いい夢見ろ。おお、ありがとう。いい夢見ろよ。はい、ギャルじゃない、間違えた。ギャルじゃない。韓国メイク。ありがとうございました。いい感じ。ギャルは間違えました。ギャルは間違え、本当に、ギャルは本当に間違えました。本当に間違えました。すみません。ありがとう。韓国メイク。よかったらまた今度、なんかの機会あったらしたいなって思います。ありがとうございました。ギャル引きずらないで。ありがとうございます。ありがとう、みんな。おやすみなさい。また明日。